皆さんこんにちは。今日は8月16日で、運動塾通信をお送りしています。この記事はですね、8月1日のエコノミストですが、昨日に引き続きに似たような内容なんですけれども、結構中米関係が今危険水域に入ってきてますので、そういった記事を今日もお送りします。で、ここではですね、なぜ冷静にならなければいけないのかというタイトルですね。トランプ、中国はですね、言葉は過激ですけれども、歴史的には冷静な国なんですね。で、どちらかというと、今回アメリカがかなりトランプが閣下してるんですね。それで、焦りですかね、やっぱり中国がどんどん経済成長してきて、軍事力はまだですけどね、そういう状況の中で、今ここで中国を叩いておかないと、もう叩けなくなってしまうという焦りなんでしょうね。ポンペオというのはトランプに対しても絶対的な服従というか忠誠心を持ってますので、そういうふうな視点で、かなり攻撃的になっている。で、この記事は全体として、中国がいくら冷静とは言ってもですね、軍隊なんかもやっぱり過激な連中もいますので、ちょっとしたことでいさかいがでかくなってしまうことをやっぱり恐れてるんですね。で、ここの記事ではですね、いろいろなこと、南シナ海とか香港とかで、彼は小さなことって言ってるけど、必ずしも小さなことではないですけども、小さなことに対してっていう言い方をしてますけど、制圧しようとする行為が今の米中の関係で起こっていて、お互いの指導力のなさでライバル同士の不和と誤解が紛争につながってしまうかもしれない。だから、尖閣諸島もそうですし、それから、中印でもね、中国インドの国境でも、インド人の兵隊殺されましたし、で、モディがね、頭に来て、中国との取引を停止しちゃいましたよね。ソフト全部やめてしまったんですよね。それが、ただ、中印の場合は、中国の方がですね、インドとの付き合いがあるので、ほとんど報道してないですよね。だから、ある意味では打算的に考えて、中国を敵に回しちゃいけないということで、中国が手を引いたっていう感じですね。ですので、今回はいろんないさかいがありますけれども、香港はですね、中国は手を引けないんですね。周庭さんがね、逮捕されて翌日釈放されましたけど、やっぱり香港の自由とか、フリーダムですね、民主主義ですね、これやっぱり中国に持ち込まれちゃ困るというふうに習近平は思ったんですよね。ですから今のまま放置しておくと、中国が自由と民主主義っていうのは浸透していってしまう危険性を感じたんでしょうね。ですから香港は多分譲らないと思いますね。だからどこまで弾圧するのかっていうのはまた別の問題で、周庭さんを釈放したってことは、中国は国外通報というよりも国外にもう出て行ってくれということなんでしょうね。国際社会の意見がやっぱり中国は気になりますから。あと、もう一方でやっぱりどうしてもアメリカが納得しないのは台湾でしょうね。中国は革新的利益と言ってますので、中国、台湾ですね。ただ長老たち の中国の軍隊の高官なんかは、台湾が革新的利益ですかみたいな反対意見もあるんで、そこら辺のところはどうなるかちょっと分かりませんけれども、アメリカは積極的に中国、台湾を独立させようするでしょうね。尖閣諸島とか南シナ海はですね、落ち着いていくというような感じだと思います。じゃあちょっと先を見ていきますとですね、こうした小さなことが累積すると、相互の不信感が尹錫悦の中国訪問の50年来最も高い、大統領の選挙が近いので危険な誤算が増大している。トランプという人はどちらかというと戦略的なものを考えない人で、今彼の行動は一挙一投足すべて選挙ですね。ですから国益というよりも選挙に彼がプラスになれば何でもやるということですね。だからアメリカ国民のというよりも、リパブリカンの中西部とかね、共和党の票が集まるようなところにこの関心を、その人たちが関心を持ってくれれば、
まあ何でもやると、そういうことですね。7月27日に聖トム領事館が閉鎖した。ヒューストン領事館の閉鎖の報復行為だ。1979年の国交開始以来こうしたことは初めてだ。新疆地区のウイグルの強制収容に対して中国の乗務員への制裁、南シナ海での不法占拠の非難、香港の優遇政策の廃止、ホワウェイとの取引の禁止が今月あった。ホワウェイについてはですね、これはですね、あの国益を考えますとね、アメリカもイギリスもね、完全に切ってしまうというのは国益に沿わないんですね。要するにその中国の諜報活動、スパイを捕まえるということと、情報が漏れるということと、ホワウェイの 5G を使うことによって国家の利益がどれぐらいかということをバランスかけたらですね、いや、それじゃあ他の今のね、あの、5G の技術を 使えって言いますけどね、コスト再生多分全く合わないと思うんですね。ですからそこら辺のところはいくら強硬な体制をとってもですね、なかなか難しい問題がありますね。どういうふうに政府が皆さん判断していくのかっていうことは、まあ早急にそれとバシッと切ってしまうんじゃなくて、多分様子を見ながら禁止していくっていうような 態度をしばらく続くのではないでしょうかね。産業界の意見も聞きながら、で高派はもっと早くするべきだったと思っている。今までの中国との目をつぶった付き合いをやめて対立するべきだといった4つの演説があった。それは6月26日、国家安全保障補佐官のオブライエンは習近平をスターリンの再来だと言い、7月7日には FBI 長官のウライは中国は何としてでも世界の唯一の超大国を目指していて、彼らのスパイ活動に気を配らなければならないと言って、そして7月17日には司法長官のウィリアム・バーがハリウッドとアメリカの IT 企業が中国から支配されていると言った。7月23日には国務長官のポンペイオが習近平はグローバルを支配しようと十数年来の戦いに挑んできていると言った。中国に対して立ち上がる新たな戦略はいいことだ。新疆の残虐行為や香港の法の自治の廃止はより厳しい対応が必要だ。中国の領土の野心も心配だ。貿易についてはしっかりした対応を取ってきている。広範かつ込み入った中国からの脅威はあるが、トランプの高派は前進している。ただ彼らの演説は意見であって戦略ではない。彼らの切迫した論点を明確にし、中国に苦痛を与えているが、具体的なことは何も言っていない。同盟国に訴えているだけだ。気象変動のような大きな地政学的なことは言っていない。まあちょっとまあこの記者は気象変動って言ってますけど、ただ中国は信用できないと言っているだけだ。バイデンだったらこうした状況下で中国とどう付き合っていくのかのグランドデザインを描けるかもしれない。トランプは同盟国をないがしろにし、人権侵害を無視し、習近平に個人的な親近感を示し、中国との争い に間違った対応をしている。彼が中国に不満を持っているのは貿易とコロナだけだ。それは信念に基づいているのではない。選挙だけだと。まあその通りですね。まあこういう大国がね、そういう行動してるっていうと、まあ日本なんかもそれに同調しなくてならないんで、かわいそうですね。かといってバイデンがグランドデザインかけたからといって、中国と差しで戦えるような球かなっていう、そういうところもありますよね。だから世界のその巨人っていうかね、そういうビッグウィングですか、が、まあそうした球がいないっていうか、その中で日本もね、その翻弄されていくっていう世界がこれからの数年続くんでしょうね。嫌になっちゃいますね。なんとかしなきゃいけない。まあ、とりあえずその昨日と似たようなテーマでしたけど、今日はもうちょっと具体的な話をしたつもりなんですけども、これで終わります。